東洋ゴキブリはゴキブリの一種である。オスの成虫は体長1.8から2.9センチ。メスの成虫は体長2から2.7センチほどである。色は黒褐色か黒色であり、体には光沢がある。メスはオスと多少異なる見た目をしており、一見羽根がないように見えるが、頭部の真下には単羽根がある。メスはオスよりも体が大きい。オスは 腹部の3分の2を覆うほどの褐色の長い羽を持ち、メスより体が小さい。しかし、オスもメスも飛ぶことはできない。もともとはクリミア半島及び国海、カスピ海地域が原産であるが、現在では世界中に分布している。東洋ゴキブリは他の種よりもやや遅く移動する傾向がある。暗くて湿気の多い場所を好むため、英語ではワターバグとも呼ばれている。 屋内では腐敗した有機物や下水道、排水口などの湿った場所の周辺によく生息する。屋外では茂みや落ち葉の下などの湿った場所にいることが多い。アメリカの北西部、中西部及び南部では家庭内での主要な害虫となる。ゴキブリは隠れる場所として暖かくて湿度の高い、かつ餌がある場所を好む。 東洋ゴキブリにとって最適な温度は摂氏20度から摂氏29度の間である。東洋ゴキブリは隠れるのが上手であるため日中に住みかを軽く見るだけでは痕跡が見つからないこともある。通常下水管や排水口などの家庭内での湿った場所でよく見つかる。ゴキブリは卵ウが特徴的である。東洋ゴキブリの黒みがかった褐色の卵ウは 1>, 1から1.2センチほどの大きさになり、境界の曖昧な仕切りの中には16から18個ほどの卵が収まっている。これらの卵小は、交尾から1日ほどで形成され、基本的に形成から1から2日ほど、遅くとも7日後までに、なるべく安全な場所に産み付けられるか、あるいは蛍光分泌によって、負荷に適した土壌に貼り付けられる。色は、最初は、 黄色っぽい白であるが、だんだん赤みがかり、最後には黒か主色となる。摂氏0度以下の気温では生存できない。気温が、摂氏29.5度の場合は42日ほどで孵化し、摂氏21度の場合は81日ほどで孵化する。東洋ゴキブリは、他のゴキブリよりも駆除が難しいとされる。成虫は残留する。殺虫剤によって、かなり容易に駆除できるが、 殺虫剤が洗い流されて2ヶ月ほどしたらメスは新たな幼虫を見つける。ありがとうございます。